ありがとうございます。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続行いたします。次に桐木豊議員の発言を許します。24番桐木豊議員。はい、24番桐木豊です。通告に基づきまして質問をさせていただきます。1、クマなどの鳥獣被害対策について。クマなど野生鳥獣による被害報告や目撃情報が全国各地で相次いでいます。多摩市でもムクドリやハクビシン、アライグマなどの被害に長年悩まされてきており、市でもその対策に苦心していることと思います。クマについてここ多摩市での目撃情報は近年ないと思いますが、近隣市においてクマが目撃されていることもあり、山でつながっている多摩市としても決して人ごとではありません。市民の生命、身体及び財産を守るための対策について伺います。1、野生鳥獣の被害や目撃情報について市はどのように把握分析していますか。また全国的に被害目撃情報が増加していることや冬眠の時期が変化しているように見えることについてどのようにお考えになりますか。2、多摩市では鳥獣被害についてどのように予防し対策を進めていますか。また鳥獣被害防止の計画についてはどのように進めているでしょうか。3、鳥獣被害と行政の責任についてどのような関係にあるのでしょうか。4、生物多様性を進める上で人命保護のための、個体駆除をも選択肢の一つに持つ鳥獣対策を矛盾と捉える人もいるかもしれません。考え方は人それぞれでいいのですが、多摩市としてはどのように考えを整理するのでしょうか。またやむを得ず熊を駆除したとき等の報道がされたとき、熊を殺すなといったクレームが自治体に殺到したとの前例があるようですが、多摩市でそのような意見が寄せられたときにはどのように対応していくのでしょうか。2、認知症になっても住みやすい多摩市のために、65歳以上高齢者の4人に1人が認知症の人、またはその予備軍とも言われている我が国において、高齢化の進む多摩市においても、特に在宅の認知症高齢者の暮らしをどのように支えていくかという視点が今後ますます重要となってきます。今般、原告市長委員会においても、認知症施策について行政視察を実施し、これからの多摩市に生かせるものがないか、調査研究を行ってまいりました。その中で、個人的に気になったものについて、多摩市の考えをお伺いします。1、多摩市での認知症高齢者の状況についてどのように把握分析していますか。データとしては、例えば運転免許証の更新時などに認知機能検査も行われていると思いますが、何かしらの情報共有はされているのでしょうか。また認知症の人や家族の視点を重視しながら、共生と予防によって認知症になっても希望を持って日常生活を過ごすことのできる社会を構築するための認知症施策をどのように進めていますか。2、認知症高齢者が故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した場合、その責任能力はどのように評価されるのでしょうか。また認知症高齢者が責任無能力者としてその責任を負わない場合、その損害を賠償する責任を負うとされる家族などの監督義務者の範囲や責任義務、また免責についてどのように考えられるのでしょうか。さらには他人に被害を与えた認知症高齢者もその監督義務者も賠償責任を負わないとされる場合、その被害は誰が賠償もしくは補償するのでしょうか。万が一それを被害者が負担するということであれば、認知症高齢者との共生社会構築に向けて萎縮効果も懸念されると思いますが、市はどのようにお考えでしょうか。3、多摩市における成年後見制度の運用はどのような状況でしょうか。また成年被後見人が事故等を起こしてしまった場合の責任能力、成年後見人の監督義務者としての責任や義務はどのように考えられるのでしょうか。3、今後の介護保険制度の運営について。来年度には介護保険制度改定が予定されています。現在国において議論が進められているところだと思いますが、市の準備状況はいかがでしょうか。また特に訪問系において人材不足は顕著となっている介護職員の確保をどのように図っていくお考えでしょうか。4、サッカーなどのスポーツを生かしたまちづくりについて。多摩市のサッカー文化は何十年もの歴史と歳月において多くの人の尽力により培われてきました。子どもたちには大会で好成績を残すだけではなく、一人の人間として自立するための健全育成の機会として、また大人に対しても健康増進や地域の組織化、地域愛の醸成などアイデンティティの構築にも寄与しており、その影響は身体的健康面だけにとどまりません。これはサッカーだけでなく他のスポーツにおいても同じことであり、少子化高齢化が進む多摩市において健康まちづくりを進めるための宝の一つであると思います。スポーツを生かしたまちづくりのさらなる推進に向けて以下質問します。1、8月に北海道で行われた第38回日本クラブユースサッカー選手権 U15 大会において、多摩市で活動する FC 多摩ジュニアユースが優勝の快挙を果たしました。その功績に対し、市は具体的にどのような評価を行ってきましたか。2、11月に行われた第71回全国青年大会フットサルにおいて、多摩市で活動するムスタング FC が東京代表として出場し、見事全国制覇の快挙を成し遂げました。この功績について、市は具体的にどのように評価しますか。
3、お隣の町田市では地域の J リーグクラブが J2 リーグ優勝および J1 リーグ昇格を果たし、大変な盛り上がりを見せています。町田市としても、補正予算を組んで有用なイベント開催が見込まれるスタジアムの環境整備や町田駅を中心にペデストリアンデッキなどを活用して地域経済活性化策を積極的に進めていくと伺っています。多摩市をホームタウンとする J リーグクラブも通告時現在 J1 昇格プレーオフを控えている状況でしたが、無事昇格しましたが、一般質問時には必ずや無事昇格して J1 リーグ昇格を果たしました。大きな地域経済活性化や発信力の向上、地域への情勢を見込むことができる J リーグクラブコンテンツを最大限に生かすため、市はどのような施策をお考えでしょうか。また多摩市内に J リーグ公式戦を開催できるような球技場を作ってほしいという市民の声が一段と大きくなってきたようにも感じられますが、市のではどのようにお考えでしょうか。4、多摩市内のスポーツ施設環境について、特に人工芝グラウンドについてその量が近隣他市に比べても充足しておらず、市民の需要を十分に満たせていないように思われます。実際大人だけでなく多摩市の子どもたちもサッカーをする環境を求めて市外に流出しているケースが大変増えているのが現状です。また人工芝グラウンドの利用料金が他市に比べると高額なのも子どもたちやその親にとって大きな負担となりかねない課題です。市内球技施設には、ナイター設備のない施設も多く、芝生化の進んでいない現実もあって、スポーツ施設の量質ともに、これで健康都市と言えるのかと市民から指摘されることも少なくありません。市はこういった市民の声をどのように受け止めますか。また子どもたちがサッカー環境を求めて市外に流出している現状をどうお考えになりますか。情勢が進みつつある多摩市のサッカー文化、スポーツ文化を守るため積極的な施策を展開するべき時だと思いますが、市のお考えはいかがでしょうか。また今後のどのような方針をお持ちでしょうか。ご答弁いただいた後、質問の部分に対して再質問させていただきます。はい、安倍市長。それでは桐木議員のご質問にお答え申し上げます。1の括弧1についてお答えします。近年全国的に市街地への野生大型獣類の出没頻度が高まり、都内においても鹿やイノシシ、クマなどの野生生物が目撃されています。市内においても本年10月に多摩川河川敷等で鹿が確認されました。本来山奥に生息している大型獣類が市街地に出没している背景については、記録的な猛暑等で主要な食物である山の果実が不作となったことや、里山の崩壊、動物の人慣れなどさまざまな要因があると言われています。また最近では気候変動により冬眠の時期が変化している可能性を指摘する専門家がいることは承知しています。括弧2についてお答えします。現在市に寄せられている鳥獣被害の多くは外来生物のアライグマやハクビシンによる家屋侵入等によるもので、市民から要望があった場合、箱穴の貸し出しや捕獲駆除を行っています。また聖蹟桜川駅周辺において集団で行動するムクドリについては、鳴き声による騒音や糞害などの生活環境被害が長年の問題となっていることから、今年度から新たに LED 照明による対策を行っているところです。このほか、過去に市内で猿や鹿が目撃されたことを受けて、むやみに近づかないことや刺激を与えないことなどの注意喚起を公式ホームページや SNS で行っています。現在本市では鳥獣被害防止に関する計画を定めていませんが、イノシシやクマなど人に危害を与える可能性の高い大型獣類が市内に出没した際には、東京都環境局が定める大型獣類等が市街地に出没した際の対応マニュアルに基づき、東京都や警察など関係機関と連携し対応することとしています。括弧3についてお答えします。本市における鳥獣被害としては、野鳥の鳴き声や糞害をはじめ、獣類による家屋侵入、農作物の食害、人身被害や衝突事故による交通機関の混乱など、良好で安全安心な住環境を阻害するものが該当すると考えています。市は市民の命や財産を守るため、警察や道路河川などの施設管理者等との関係者との連携を密にし、安全を確保するとともに、市民に対する注意喚起や被害に遭わないための予防策の周知、啓発等を行う責務があると考えています。括弧4についてお答えします。鳥獣保護管理法により、野生の鳥獣は原則として捕獲することはできませんが、人への危険行動や家屋への被害、農作物が食い荒らされている等、
市民生活に悪影響が生じている場合は、有害鳥獣捕獲許可を受けて捕獲処分することができます。近年、クマなどの大型獣類の捕獲処分に関して、ご質問のような指摘のほか、さまざまな意見が寄せられていることは承知していますが、動物の命の大切さについては理解するものの、市としては市民の命や財産を守るため、生活圏に入り込み、人身被害を生じさせる恐れがある場合は、追い払い等の対応を段階的に踏みながら、最終的な捕獲処分もやむを得ないと考えています。次に2の括弧1についてお答えします。本市における日常生活に支障を来すような症状、行動や、意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる、いわゆる日常生活自立度2以上の認知症高齢者は、平成23年度に1937人、6.4% であったものが、本年11月1日現在では3909人で 9.0% と、この12年間で約2000人、2.6 ポイントほど増えており、高齢化の進行、特に85歳以上の高齢者の増加に伴い、今後さらに増えるものと予測しています。一方、認知症高齢者の具体的な状況については、平成28年度から市内5カ所の地域包括支援センターに、認知症地域支援推進員を1名ずつ配置し、データを含めた情報を認知症地域支援推進員会議や認知症初期集中支援チームなどと共有しています。また、本市の認知症施策については、認知症の方やその家族の意思が尊重され、住み慣れた地域で共に生活を送ることができるよう、1、認知症に関する正しい知識の普及啓発、本人からの発信のサポート、2、認知症地域支援推進員等による相談事業、3、認知症初期集中支援チームなどによる医療支援、4、認知症カフェなどによる社会活動の充実、5、認知症サポーターによる地域支援などが有機的につながる取り組みを進めています。括弧2についてお答えします。認知症高齢者の増加に伴い、認知症の方が引き起こしてしまう事故やトラブルが増えることが懸念されます。特に認知症の周辺症状によって、他人への暴力、他人のものを破損させる、電車の事故を起こすなど、第三者の身体及び財産に損害を与えるといったトラブルが発生した場合、その責任能力は事案によって異なると考えられるものの、法律上の損害賠償責任が家族や法廷の監督義務者に及ぶ可能性があります。このため近年、民間保険会社により認知症高齢者等個人賠償責任保険が各種商品化されているとともに、これらを活用した事故救済制度が一部の自治体で行われていることは認識しています。一方、民間保険への加入支援によって、認知症の方はトラブルを起こすというネガティブ発信にもつながることが指摘されており、本市としては認知症への正しい理解を進めることが最も重要であると考えており、引き続き取り組みを進めてまいります。括弧3についてお答えします。本市においては、認知症や知的障害、精神障害等により、判断能力が不十分となった方が、安心して生活ができるよう、成年後見制度の利用支援を行っています。具体的には、多摩市社会福祉協議会権利擁護センターにおいて、窓口や訪問、専門職による相談会等で相談をお受けし、家庭裁判所への申し立て支援や、後見人候補者の紹介、後見人の活動支援等を行っています。また、近隣5市で運営する多摩南部青年後見センターでは、法人後見、市民後見人の養成や、後見監督を通じた支援等を行っています。市に青年後見制度に関するご相談が寄せられた場合、これらの機関と連携し、適切な青年後見等の利用につながるようご案内をしているところです。また、青年被後見人について、精神上の障害により、事故の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に、他人に損害を加えた場合、その賠償の責任を負わないとされています。一方で、その場合、
監督義務者において、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うものとされています。ただし成年後継人が必ず成年非後継人の行為について責任を負うかという点については、監督義務者が監督義務を怠らなかったとき、またはその義務を怠らなくても損害が生ずべきときであったときはこの限りでないとされています。なお平成28年の判例によれば、監督義務者の範囲は限定的に解釈され、成年後継人が当然に法定の監督義務を負うものではないとされています。次に3についてお答えします。今回の法改正を踏まえて、令和6年度より国の第9期介護保険事業計画がスタートします。本年3月には全国介護保険高齢者保険福祉担当課長会議で第9期介護保険事業計画の基本方針が示されており、ポイントとしては大きく、1、地域の実情に応じたサービス基盤の整備、2、地域包括ケアシステムの進化推進に向けた取り組み、3、地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上の3点が挙げられています。本市におきましても、本基本方針を踏まえて昨年度に実施した各種調査をもとに検討を進めるとともに、多摩市介護保険運営協議会においても本計画に関する議論をいただき、今般計画の素案を策定しました。本年12月から来年1月にかけてパブリックコメントを実施し、3月には第9期高齢者保険福祉計画介護保険事業計画を決定する予定です。また本年1月から2月に実施した多摩市介護保険事業所調査では、人材の確保の状況について全回答数114件のうち、あまり確保できていないが34件で 29.8%、 確保できていないが 16件で 14%、 合計50件で 43.8% となっています。さらに人材の確保ができていない職種で上位を占めるものとして、国家資格であり専門性が高い介護福祉士が25件で 50%、 介護福祉士以外の介護職員が22件で 44% となっており、介護人材の確保、特に介護職員の確保が課題となっています。このため本市では市内の介護保険事業所に対する人材の確保の促進及び定着を図るため、市内介護保険事業所への就労と一定期間の勤務を補助の要件とした上で、令和元年度から介護職員初任者研修に要する費用を、また令和4年度から介護福祉士実務者研修に要する費用を補助し、令和4年度末までに延べ21人の方に補助金を交付しています。今後も介護保険サービス提供事業者が加入する団体である多摩市介護保険事業者連絡協議会や東京都等関係団体と連携し、介護職の魅力向上、多様な人材の確保、離職の防止などさまざまな対策を総合的に行っていくことが重要であると考えています。次に4の括弧1と括弧2について合わせてお答えします。本年8月に開催された第38回日本クラブユースサッカー選手権アンダー15大会において FC 多摩ジュニアユースが優勝しました。 FC 多摩ジュニアユースは多摩市を中心に活躍するクラブチームで、プロのユースチームが多く出場する本大会において地域のいわゆる町クラブが優勝したことは大変な快挙です。また市内外を問わず多くの称賛の声が寄せられており、誠に誇らしい限りです。優勝後間もない8月29日には FC 多摩ジュニアユースの選手、監督、コーチが優勝カップを手に市役所に来庁され、大会で印象に残ったことや将来の夢について語っていただきました。本市ではこの快挙を祝うために多摩センター駅、聖蹟桜ヶ丘駅、長山駅周辺に優勝を祝う横断幕の掲揚をはじめ、大会時の有志の写真パネル等を市役所本庁舎ロビーにおいて展示し、さらに市公式 SNS のでの情報発信などを行いました。また9月の市長動画メッセージでもこの会期を取り上げ、お祝いのメッセージを発信しました。
次いで先月開催された第71回全国青年大会フットサルでは、多摩サッカー協会に加盟するムスタング FC が優勝されました。本市としてもその快挙を大変嬉しく思っており、市公式 SNS でムスタング FC の快挙を発信しました。またムスタング FC の選手の皆さんは今月優勝報告でお会いする予定です。 FC 多摩ジュニアユースムスタング FC の相次ぐ優勝は、多くの市民に大きな喜びと誇りを届けてくれたと考えています。また身近なチームが優勝したことで、市内のスポーツ団体全体が触発され、一段と多摩市の競技レベルが向上していくと考えています。引き続き本市としても FC 多摩ジュニアユースムスタング FC をもとより、日々頑張っている市内各チームのさらなる活躍を応援していきます。かっこさんについてお答えします。まず冒頭に、12月2日国立競技場にて劇的な試合展開により、16年ぶりの J1 昇格決定を果たした東京ヴェルディにおめでとうと申し上げます。東京ヴェルディとは、まちづくりの推進に関する基本協定を結んでおり、両社の持てる人材資源を生かし、スポーツを通じた連携により活力にあふれ、夢と生きがいの持てる豊かなまちづくりの実現を目指しています。東京ヴェルディと連携したスポーツ施策としては、学校訪問型障害者スポーツ体験教室や、サッカーや野球などの各種スポーツ教室などのスポーツに触れる機会の提供、スポーツを応援することを通してスポーツに興味関心を持ってもらうよう、年2回東京ヴェルディ多摩市応援デーでの市民優待などの取り組みを行っています。 J1 リーグへの昇格を果たした今、ホームタウンの都市としてさらなる連携を強化してまいります。 J リーグ公式戦が可能なスタジアム整備については、2023年度 J リーグスタジアム基準において J1 では1万5000人以上の観客が収容可能であることや、大型スコアボードの設置、試合運営、メディア、スタッフのための所室設置や、施設規模に見合った駐車場の整備を含め、多岐にわたる施設要件を満たす必要があります。現実には用地や財源の確保など極めて厳しい状況ですが、夢のあるご提案としてまずは受け止めたいと思います。括弧4についてお答えします。現在市内には人工芝グラウンドとして南豊ヶ丘フィールドや七人制サッカーであるソサイチにおいて、日本代表の活動拠点ともなっている J ソサイティフットボールパーク多摩など数多くの施設が民間事業者により整備がされているところです。一方で本市の公共スポーツ施設としては、宝野公園球技場や和田公園球技場など複数の球技場、東京ヴェルディおよび日テレ東京ヴェルディベレーザも使用する質の高い天然芝の多摩市市立陸上競技場を整備しています。これらの施設は多くの市民の皆様のスポーツ活動、各種大会の会場、トップアスリートと市民との交流の場など、さまざまな活用を行っており、本市のスポーツ振興に大きく寄与しているものと認識しています。これらの屋外スポーツ施設を令和3年12月に策定した屋外スポーツ施設管理更新計画では、安心安全にご利用いただける施設として維持していくため、老朽化等に対応した更新を行うとともに、ニーズ等を踏まえた課題を解決していくこととしています。限られた財源の中で、すべてのスポーツ施設の提供を公共のみで担うのではなく、今後も民間事業者と適切な役割分担の下で、本市の貴重なスポーツ環境を守っていくことが重要であると認識しています。また本市では多摩市立陸上競技場インフィールドに他市と比較して優れた天然芝グラウンドを整備するとともに、年間の利用可能枠数を拡大する対応を行っています。また友好都市である富人町でサッカー教室を開催するなど、事業の実施にも力を入れており、サッカー文化スポーツ文化発展のための施策を展開しています。今後は J1 リーグに活躍の場を移した東京ヴェルディと引き続きスポーツ教室や公式戦市民優待企画等の共同事業を行っていくことで、広く市民に興味関心を持ってもらえるよう努力努めてまいりたいと考えています。キリキ議員、は
ご丁寧に、ご答弁ありがとうございました。ヴェルディ昇格議会ですかね、この議会をしかもこの一般質問のオードリーという形で詰めさせていただくことは本当にありがたいなというふうに思います。今日はヴェルディの公式スーツで参りました。ありがとうございます。フレア部長も緑色の、はい、お召し物、千葉局長も緑色をつけてるって昨日おっしゃってました今日はつけてないということで、はい、東京ヴェルディが最後の最後で G1 昇格を決めたように、私も最後の一般質問最後の最後のこの場所からちょっと何か築き上げていきたいなというふうに思います。で、早く4問目 の質問に触れたいところで、師匠も多分ヴェルディのことをしゃべりたくてしょうがないんじゃないかなと思いますけれども、他にも重要な質問がありますので、1から順に再質問をさせていただきたいと思います。野生鳥獣被害、多摩市でも鹿が確認されていたんですね。ちょっと聞いてびっくりしたところですけれども、被害があったとき何でもかんでも行政の責任すればいいというものではないとは思うんですが、やはり市民の安心安全というのは確保していくべきでありますし、また結果的に市が賠償責任を負うというようなことになると、市民の税金によって賄われるわけですので、法に定められているものについてはある程度しっかりと事前に整理をしていくということが必要なのかなというふうに思います。多摩市ではムクドリなどに対してホロライトチェッカーズ用いて工夫されていて、課長はテレビにも出演されていろいろとこう発信工夫されているのかなと思います。これもなかなかいたちごっこ、ムクドリでいたちごっこですね。ですが、ちょっと大変だと思いますけど、最近全国的にクマの目撃情報、被害情報、痕跡情報が相次いで報告されているということです。今年もですね、八王子市の高尾山、町田市相原の草戸山、これアヒルの種の入りのですかね、目撃や痕跡情報が報告されているということで、この多摩市にもいつ山ですとか川伝いに多摩市に侵入してきても決して不思議ではない環境に今あるのかなというふうに思っています。今年なぜ熊の生息区域が広がったとかということについて、ご答弁にもありましたけれども一般的には70年代80年代に熊を保護をしていこうという話があって、ハンターがかなり減少したと。で、昨年ブナやどんぐりが豊作で子だくさんになって、で、クマというのは着鳥遅延といって、交尾して受精卵ができてもそれが子宮の中にとどまっていると。で、栄養がたくさん補給できるとそこで初めて、それが何ですかね、受精卵が初めて着床して胎死というんですけども、胎死になるということで、要はこう受精卵ができても栄養ができないと子供が生まれない、子供ができないという仕組みになっているんですね、クマというのは。なので昨年栄養がたくさんあったことによってたくさん子供が生まれた。にもかかわらず今年はスーパーエルニーニョなどの影響もあって、凶作になってしまったので餌がないと。で、冬眠する時期についても最近は暖かくて冬眠する必要がないですとか、湿度には冬にも餌があるので冬眠する必要がないですとか、また山に餌がないので冬眠できないなんといろんな理由があるようですけれども、冬眠しないで、まだまだ生息を広げているクマも多いというふうに聞きます。また野犬が減ったというのも一つクマが増えている原因だというふうにも言われています。クマ天敵なんですね、野犬は。で、野犬がなくなったことで狂犬病はなくなったんですけど、これ狂犬病に関しては犬以外にもかかる可能性があるので、まだまだ油断はできないんですけれども、こういったなかなか難しい問題があるんだなと思います。あとスズメバチなんかもクマの天敵と言われているんですけども、これも、人間と生活域を近くするので駆除しなければならないんですが、これがですね、スズメバチというのは黒いものを狙うということで、議員の方は黒い格好をしている方結構多いと思いますし、中にはなんか傍聴者がいると急に意見が変わるような腹黒い方もいらっしゃるのかもしれないので、そういった方はですね、ぜひ気をつけていただきたいなというふうに思いますけれども黒いものを狙うというのは熊を狙うためというふうな説もあるみたいですね。熊との幼虫を食べるらしい、蜂の幼虫を食べるらしいので、そういったところで、いろいろとこう自然界が成り立っているんだなというふうに思います。緑もですね、大事で循環も大事ですけれども、今回議会でもありましたけれども、多ければいいという問題もなかなかないので難しいところもあるのかなというふうに思いました。で、野生動物の命ですとか、また人との関係についてはさまざまな考え方があると思いますけれども、ご答弁で、市民の生命財産、優先であるというような意味合いのことをはっきりとお答えいただきました。勇気のある必要なご答弁だったと思いますけれども、安心をいたしました。多くの考え方の中で全ての人が賛成するということはなかなか難しいのかもしれませんけれども、市民の生命財産を最優先にこれからも毅然とした対応を持って市行政を進めていただきたいと強くお願いをいたします。まず確認をいたします。市行政には市民の生命財産を守る責務があると思いますが、野生動物による人的被害に対しての市の責任というのはどういうものになるというふうに整理されるでしょうか。
小柳環境部長。市の責任についてでございますけれども、台風など自然災害と同じで、こう市が標準的な役割を、きちんと担って行っていたかがですね、過失の度合いとして判断されるというふうに認識してございます。また被害に遭われた方が例えばこうむやみに近づいたりですとか威嚇したりといった本来避けるべき行動を取っていなかったか、そういった点もですね、判断要素になるというふうに考えています。キリギ議員。ありがとうございます。一般的には人間の占有管理下にない野生動物ですので、それに起因する責任は民法上誰も責任を負わないと、行政も責任を負わないということになると思います。また天災もそうですけれども、事故は予見できた、また容易に防ぐことが期待できたという場合には行政の不作為の違法性を認めたという判例もありますが、一般的にはこの部分というのはあまり気にしなくていいのかなと思います。昔エゾジカが高速道路に入ってきて車との接触事故によってが起きたときに行政の責任が問われたという判例がありましたけれども、その後は動物が道路に入り込んできても行政の責任が問われたことって多分ないと思います。これ判例読むとですね、小動物は車で引いてしまえば事故が起きてもそんな運転者等の生命財産に支障はするような事故にはならないだろうというような判例なんですけれども、先日鳩を車で引いたということで逮捕されたという案件がありました。今後このあたりも司法判断が少し変わってくる可能性もあるのかなというふうに思いますので、ぜひこのあたりは注意して対応していただきたいなと思います。また公園内ですとか、また歩道で野生動物による交渉ですとか転倒などの事故があった場合というのは、これ国賠法の2条の適用の可能性も十分考えられるのかなというふうに思います。このあたりは道路交通課や公園緑地課なのかもしれませんけれども、ぜひしっかりと対応していただきたいと思います。また平成26年鳥獣保護管理法改正の時にですね、鳥獣の保護と狩猟の適正化に加えて鳥獣の管理というものが加えられました。野生鳥獣が管理の対象となったわけですけれども、管理という文言だけをもって民法718条の動物の占有者や管理者に該当するかということは安易には結びつけることはできませんけれども、今後この部分に関してもまた考え方が変わってくる可能性も十分考えられますので、ぜひ幅広く検討していただきたいというふうに思います。多摩市は鳥獣被害防止に関する結果を定めていないということでしたけれども、国の鳥獣被害防止特措法による鳥獣被害防止計画というのは全国の地方自治体で作成が進められています。全国1741市町村のうち1513市町村、全国の 87% の市町村によって鳥獣被害防止計画が策定されています。東京都では八丈町だけが唯一作っているというようなことですけれども、多摩市においてこの計画を作る義務ですとか、また予定についていかがお考えでしょうか。小柳部長。今ご紹介いただきましたその該当する法律で、こう市町村は被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するために、単独または共同して被害防止計画を定めることができるとできる規定になっているところでございます。また市長答弁にもございましたとおり、令和5年4月に東京都が定めた対応マニュアルというものを用いてですね、現在も対応してございますので、本市独自の計画というのは、作成する予定はございません。キリキ議員。はい、かしこまりました。対応にあたっては警視庁との連携などもあると思いますので、東京都の連携というのは不可欠になります。東京都のマニュアルも注意点ということになりますので、その具体的な内容も伺ってもよろしいでしょうか。小柳部長。大型獣類のですね、こう市街地出没時 の、 その警察、東京都、市町村各といったですね、各主体の役割分担ですとか対応フローなどが示されております。で、市町村に向けては、大型獣類等のですね、市街地出没時は自然災害と同様に予測不能であり迅速な対応が求められるという点が1点目と、2点目として大型獣類を負傷させないことを原則とするというふうにですね、原則として一義的にはこう見守って、不必要に追い立てたり大声で脅かしたりして興奮させることがないようにというこの2点をポイントとするとともに、こう出没時のですね、危険レベルに応じて、経過観察、注意喚起監視で追い払い捕獲というふうに3つの段階で体制や対応の流れを示しているものになってございます。キリキ議員。具体的に定められていると思いますので、ぜひ対応していただければと思います。で、マニュアルでの対応において市町村の責務についてはどのような規定になっているんでしょうか。小柳部長。市町村、
基礎的自治体の責務としましては、市民の安全の確保というふうに、記載されてございます。そのためまずですね、大型獣類がこう市街地に出没しないように、また出没し、遭遇した時の対応などについてこう事前に、周知啓発するというところが必要かと思ってますし、必要というふうに記載されてますし、また次にですね、出没した時には、都のマニュアルにあるところでございますけれども、広域かつ迅速な対応をするというふうなところが記載されております。キリキ議員。はい、ありがとうございます。今までないもので、なかなか始めてみるといろいろと分かってきたりもするのかなと思いますので、ぜひ慎重に行っていきたいと思います。また近隣の獣医学系の大学などとも連携していただきたいなと思います。課長も獣医学系の大学出身だというふうに伺っていますので、ぜひ市民の生命財産を最優先に守るために、いろいろとこう工夫を凝らしていただきたいなというふうに思います。次に2番目の認知症のことに関して再質問させていただきます。まず質問、通告で運転免許更新時の認知検査、機能検査のデータ連携ができないかなという話させてもらったと思います。ご答弁がないようでしたので、この部分をまず確認させてください。伊藤健康福祉部長。ただいまご質問いただきました運転免許証の関係でございますけれども、運転免許証のですね、更新時、現在のところですね、運転免許センター等でですね、認知症の検査が行われているところでございます。で、その認知症検査の結果ですね、運転免許証を自主返納する場合はですね、例えば埼玉県や三重県では、こちらの県警でございますけれども、運転免許センターからですね、個人情報の提供に限ってですね、同意が得られる場合ですけれども、各市町村のですね、地域包括支援センターの方にそのデータの提供があるということで伺ってございます。で、これについてはですね、その運転免許ということもありますので、所管がですね、各都道府県の、警察の方になりますので、今後ですね、そうしたデータがですね、本市で得られるかどうかについては、県レベルの取り組みであるというふうなところでですね、今後その取り組みの方向性について注視をしていきたいというふうに考えてございます。キリキ議員、ありがとうございます。東京都ではまだ実施されていない事業だと思いますので、ぜひ注視して、有効にデータを活用していただきたいと思います。で、次にですね、2の2のところですね、かなり細かく伺ったんですが、最終的な答えだけがご答弁いただいたのかなと思うので、ちょっと簡単に順番説明しますと、一般に認証を患った人というのは意思能力がないものとして民法上は扱われる。意思能力がない場合は不法行為に基づく賠償、損害賠償責任には負わないというのが民法712条の規定です。で、責任無能力者がその責任を負わない場合は、責任無能力者が監督する法的義務を負うものは、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を、要は家族とかが責任を負わなきゃいけないよという話をしているわけです。ですので、本来は家族ですとか、そういった人が認証の方の誰かに損害を与えた場合は、被害をこう弁償することになるわけですけれども、近年の判例では、家族等の監督責任が免責されるという判断をされることが出てきています。でそうすると被害の回復というのは、被害を受けた人が自腹で賄っていかなければならないという課題があります。でその認知症施策に関する行政計画というのがどこまで拘束的権力的なものかというのは議論はあるとは思いますけれども、認知症になっても過ごしやすい魂を作る気があるということであれば、誰かに犠牲を強いるという形ではなくて、社会で受け入れていくという形を作らなければならないというふうに思います。この、現在はこう認知症も共に生きていける魂を作りましょうというふうに考えているけれども、一方で、被害があったら自腹で、弁償して、対応してねというふうなやり方になっているわけで、これは認知症施策としてある意味矛盾が生じているのではないかなというふうに感じるところもあるのではないかと感じるんですが、いかがでしょうか。万が一、被害があったとき、社会で負担していかなければ、認知症の人が近くに住んでいることは嫌だというふうに思ってしまう市民がいるとしても、その感情を否定することはなかなかここだと難しいというふうになってしまうこともあり得るんじゃないかなというふうに思います。認証になっても住みやすい魂につながらないのではないかというふうに危惧しますけれども、市のお考えいかがでしょうか。伊藤部長。
あのただいまのご質問というのはちょっとなかなかこう難しいご質問であるかというふうには思いますけれども、まあ、ご質問の趣旨からはですね、あの2007年にですね、まあ愛知県の方でですね、認証の方による、まあ、鉄道事故というものが起こりました。でそのことに関してだというふうに考えてございます。でこのケースの場合はですね、まあ、ご本人はあの認知症のため、まあ、そもそも責任能力はなく、あの一審二審ではですね、同居されていた配偶者の方等にですね、まあ、賠償責任がこうあるというふうにされたところでございますけれども、まあ最高裁ではですね、まあ、同居されているからといって、まあ、必ずしもですね、責任を監督するあのこの法定義務をですね、負うものではないというふうに、まあ、先ほど免責というふうなお話をいただきましたけれども、という結果ですね、まあ、賠償責任はまあないというふうなことでされたというようなところでございます。まあ、キリキリの方からはですね、この判例からはですね、まあ、認証の方が何かこう互いのですね、事故を起こしてしまった場合、そもそも賠償責任を負うものが誰もいないのではないかと。でその被害を受けたものがその、賠償責任を負うのが誰もいなくなった場合ですね、あの自腹を負うものしかないものではないかというようなところで、あのご質問いただいたというようなことで思ってございます。まあ、例えばあの交通事故の場合なんかにつきましては、まあ、自賠責任、保険というですね、まあ、そういう仕組みがありますので、まあ、もしそうした被害を受けられた方についてはそうした保険で賠償を受けることができるというふうに思ってございます。でそれがですね、あの、まあ、いわゆるその認知症の施策を広げている中で矛盾していくかどうかというのところにつきましては、あの別にご議論が必要だというふうなことで考えてございますけれども、一方その被害者救済というふうな面で考えますと、まあ、現在ですね、あの第一答弁でも行いさせていただきましたように、民間のですね、まあ、徘徊認知症高齢者等に対する、まあ、損害賠償等のですね、保険とかっていうものがですね、まあ、あのかなり、広がってきてございますので、まあ、そうしたことをこう導入しながらですね、この取り組みをですね、あの進めていくってことが大事なことではないかというふうに考えてございます。キリキ議員、はい、あのおっしゃってることは分かるんですけども、これは全部すべてですね、加害者が弁償するときの保険の話であって、被害者の弁済の話にはこれ基本的になってないはずなんですね。例えば憲法の話をしますと、損害に対して違法行為という取り扱いはしないということになるとですね、被害者が自腹であれば、賠償ではなくてこれ補償という形になりますので、まず賠償保険の対象になるのかという問題が生じます。また補償という取り扱いになるのであれば、憲法29条3条は直接をその、直接の根拠に補償を請求することができるというのが判例になっていますので、そうした場合ですね、市にその、まあ、計画があるから本来はこう社会で負担するべきだろうということで、賠償ではなくて補償という形で市に請求するということも当然考えられるものなのかなというふうに思います。そう考えると、賠償保険責任で賄える範囲というのはなかなかこう言い切れないのではないかなと思いますし、認知症施策というに関する行政計画をもとに行政に対する補償請求訴訟というものを想定する必要があるというふうに考えていかなくてはならないんじゃないかなと思います。認知症の人が起こした事故による損害というのは、これ不法行為として賠償するものなのか、社会で受任すべきコストとして、まあ、税金なり何なり全ての人で負担していくコストとして補償していくべきなのか、市はそのあたりどのようにお考えでしょうか。伊藤部長。あの今のご質問ですも非常にこう、まあ、なかなかこう難しい問題だというふうには考えてございます。まあ、先ほどですね、あのご紹介をさせていただきました、まあ、民間のですね、徘徊認証高齢者にかかる損害賠償保険制度というようなところではですね、まあ、全国で約60程度のですね、まあ、自治体が現在導入されているところでございます。そうした中ですね、令和2年にですね、厚生労働省が、まあ、民間のシンクタンクによってですね、老人保険、健康増進事業で実施した自治体による認知症の人の事故を保障する民間保険への加入支援に関する調査研究事業というものがございます。でその研究事業によりますとですね、現在その60自治体のうちのですね、40自治体からアンケート調査の回答を得てですね、実際にその先ほどお話しいただきました保険によるですね、保障事例というものがございます。で40自治体の中ですね、7つの自治体、まあ、16% に当たるものですけれども、4自治体が1件、2自治体が2件、1自治体が7件ということで、保証金額の方はですね、まあ、10万円以上50万円未満ということで、まあ、約半数ということでですね、まあ、概ね100万未満というようなところで保証が行われているところでございます。で保証の事例に対しても、ましてもですね、加入者が自転車に乗っている際に止まっている車にぶつかってしまい、車の持ち主から車の修理代、修理中のレンタカーの費用を請求され保証の対象になった、
あるいはですね、当事者、まあ、認知症の当事者の方がスーパーマーケットで、陳列した、お弁当を落下させてしまい、その賠償をする際に補償したとか、まあ、そうしたこう細かいところまでの補償事例ということは実際に上がっているところでございます。こうした中ですね、まあ、先ほどのご質問というようなところで、まあ、社会の方で全部、まあ、認知するのかというようなところに関しましてはですね、まあ、こうした補償の制度を、まあ、使いながらですね、対応するというようなものが一点とですね、まあ、実際にこの認知症の方の共生社会というような中ではですね、こうした保険賠償以外にですね、まあ、例えば優先度の高い施策、まあ、認知症の方への付き添いのボランティアの充実とかですね、まあ、そうした施策を進めることでですね、誰もが住みやすい認知症のまちづくりというものを進めていく必要があるというふうに考えてございます。キリキ議員。はい、ありがとうございます。なかなか難しい質問をさせていただきましたけれども、認知症の方も当然本人の意思というものがあるわけで、その人のこう、まあ、失敗の保障という言い方をしますけれども、失敗しても大丈夫な環境を作っていくということも大事なのかと思いますが、一方で、生命財産に関わることに関しては介入をしていくということも必要だと思います。このあたりの判断、議論はすごく難しいと思いますけれども、ぜひ、議論を進めていただきたいなというふうに思います。また成年後見制度についてはさらにこれからですね、診療配慮義務というのもこう規定されているので、また難しい問題が出てくるのかなと思います。本人の意思を尊重していかなければいけない、まあ、みんなそうなんですけども、特に規定されている以上、やはり意思能力のないとされる本人の意思をどう確認して、そしてどこまで保障していくかというのはすごく難しい問題だなと思いますので、こちらも研究を進めていただきたいというふうに思います。で、昨日ですね、藤原議員の質問の中で医療行為の自己決定権について憲法13条をもとに答弁をされていたようですけれども、憲法13条の自己決定権というのは公権力によって自己決定を干渉されないというふうに解釈すべきものなのかなと思います。昨日の答弁では、一般的行為自由説も超えて自己決定権の選択肢を行政が整備するというぐらいの話になっていたように感じましたけれども、まあ、その話というのは医療制度のというのは13条ということでも憲法25条の生存権であるその立法裁量の話であるとか、また医師法や歯科医師法の応召義務19条ですねの問題なのかなと思いますので、13条についてはこの人格的利益説というんですけども、この範囲にとどめることによらないと人権のインフレ化が進んでしまうと、以前もこの場でお話ししたと思いますけれども、ですね、人権を大事にするためにもですね、人権に関してはしっかりとこう範囲を決めていくということ考え方が必要なんじゃないかなと思います。で、これなんで今これも話をしているかというと、例えば介護の現場っていうのはやっぱり本人の意思を尊重するんですので、例えば拘束しないとか好きなものを食べてもらうとかっていうことをするんですけれども、いざ事故があったらこれ司法判断っていうのは本人の意思を尊重するとかっていう話にならなくて、介護者側のこう責任を追及してくるわけですね。こういったことになると、こう13条で自己決定権を認めてしまうということになると、この判断が果たして我々はどうしたら、現場ではどうしたらいいのかと、本人の意思を認めろって行政は言っているけども、実際事故が起こったら本人のじゃなくてこう介護者の責任を認める判例が出てしまうと、これでは困ってしまうと。医療においてもこうシェアディジョンメイキングってこう SDM 共同意思決定などの考え方も普及しつつありますけども、結局は訴訟リスクを考えたときにはある程度のパターナリズムというのは求められているということが現実です。これらの話を考えると、こう憲法というのは当然指示官に直接適用されるものではありませんけれども、行政計画として脅し込まれるとですね、現場の活動に影響を及ぼすということは当然に考えられるわけですから、この介護福祉基盤であるとか医療基盤の維持整備を図っていくことを考えたときには、やはり自己決定権の解釈というのはこう慎重に行っていく必要もあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ整理しながら慎重に進めていただきたいなと思います。また製造権といえば25条2項のプログラム規定説が定着しつつあるにもかかわらず、25条製造権を持ってこう社会保障を語るというケースがたびたび伺われますけど、それで本当に改善が具現化されるのかなというのは疑問に感じるところでありますので、これは個人的な感想かなですので聞いていただければと思います。まあ、こういった議論というのは、まあ、認知症高齢者のことではだけではなくてですね、まあ、篠塚議員もおっしゃってましたが、精神移行障害ですとか知的障害の話されてました。現在精神障害者の地域移行を進めていると思いますけれども、まあ、こういったことにもつながっていく議論なのかなというふうに思います。認知症というのは加齢とともに必ずかかるといっていいもので、病ではありますけれどもライフステージのようなものなのかなというふうに思います。すべての市民がその亡くなる最後の時まで安心して魂で暮らしていくことができるよう、さまざまな視点から施策を実現していただきたいとお願いをして、3問目の再質問に行きます。で、介護保険制度については、特に事業者との連携をしっかり図っていただきたいなというふうに思います。毎回改正スケジュールギリギリで大変だと思いますけれども、介護を主張する市民が安心して暮らしていけるように事業者支援を充実させていただきたいと思います。で、まあ、人材不足に関して基本方針にもありますけれども、まあ、なかなか、まあ、いろいろと市も支援していただいているんですが、改善されていかないと、景気が良くなったからなのか分かりませんけれども、介護求人にはなかなか反応がないと、福祉の事業者が困っています。この年末年始もヘルパーが足りないので、サービスを制限させざるを得ないという事業者も多いというふうに聞いています。今週ですね、
多摩市内の介護事業所が急に倒産しました。理由は詳しく聞いていませんけれども、人材不足というのも一因だろうというふうに推測するできることです。このままでは人材不足によって多摩市の介護基盤が崩壊するということも懸念されます。改めて介護福祉業界の人材不足について市の認識と、ぜひ具体的な政策を対策をお願いしたいと思いますが、市長いかがお考えでしょうか。伊藤部長。介護のですね、人材不足というのは非常にこう重大な問題だというふうに考えてございます。現在ですね、本市においてはですね、初任者研修、実務者研修の助成を行ったりですね、事業者を対象にした研修を実施するなどとして、人材確保並びにですね、質の向上に努めているようなところでございます。例えばですね、市内事業所を対象とした研修実績といたしましてはですね、昨年度令和4年度にはですね、回数8回、受講者数もですね405人というようなところでもかなりの多くの方に受けていただいているところでございます。また介護職員の初任者研修の費用補助というようなところでは、上限8万円とする中ですね、令和3年度には8件、それから令和4年度には6件という形でですね、一定程度のですね女性研修をですね、実績として挙げているところでございます。引き続きですね、介護人材の不足というのは非常にこう大事なところでございますので、さまざまな取り組みを進める中ですね、しっかりと人材確保について取り組みを進めてまいりたいと考えてございます。桐木議員。ありがとうございます。支援していただいているのは分かっているんですけれども、足りていないのは現実です。ぜひ後押しをお願いします。またヘルパーが不足するとですね、介護予防は機能しなくなりますので、もう要介護度の悪化というのも懸念されますし、認知症ですとか他の病気を早期に発見するということもなかなか困難になる。また近年、懸念されている特殊詐欺などの防止にも影響があるかもしれません。ぜひ早急で具体的な対応をお願いしたいと思います。4問目に移ります。FC 多摩ジュニアユースムスタング FC 優勝ということで、またベルディも16年ぶりの J1 昇格、この盛り上がったサッカー熱をぜひ定着させていただきたいというふうに思います。でムスタングといえば渡辺議員が出身をされているチームで、少し前に一緒にサッカーやる機会がありましたけれども、左利きであのマッシューズフェイントというのがあるんですけども、すごく得意でですね、得意なようでですね、ちょっとあの体は重そうでしたけれども、本当昔とった絹塚というか本当に上手なんですね。でムスタングの選手というのは、市の職員にもたくさんいると思うんですけれども、本当に皆さんボール扱いがうまくてサッカーを知ってるなという印象があります。今回ムスタングがこう優勝したという結果を得ることができたのは、やっぱり子どもの時の積み重ねなんだなというふうに印象を持っているところです。しかしこう近隣市に比べてスポーツ施設が不足していると言われている、また利用料金が高いと言われている、多摩市の子どもたちが市外のスポーツ環境を求めて流出しているということに関して認識はされているのでしょうか。古谷暮らしと文化部長。スポーツ人口の市外流出の、認識があるかどうかということでございますけれども、市外流出をどういうふうに捉えるかというところなんでしょうが、確認をできる手立てというか、データというのはちょっと持ち合わせていないというのが、正直なところでございます。市では今なかなかそのスポーツに取り組める場がないっていう問題提起をいただいたんですが、主体的にスポーツに取り組める場としまして、各種のサッカーだけに限らずですね、各種の屋内競技に対応する総合体育館や、あとはアクアブルー多摩という個人の利用者にご利用いただくアクアブルー多摩や、武道競技などができる武道館、そして、屋外スポーツサッカーや野球やテニスなどということでの、野球場やテニスコートや球技場なども設置をしているところでございます。そうした本市のスポーツ施設総体で、人口に対する設置指数というのは、これは計画等でもお示ししているかと思いますが、都内の26市との比較においておおむね、同数程度ということになっているところでございます。そうしたところからですね、市としては、スポーツ人口の市外出所した減少の認識にも至ってはいないんですけれども、市内の各スポーツ施設において、引き続き、市民に利用が高くいい施設でございますけれども、利用の低いところなどについては、今後高く、利用の対応な利用について、
多面的な利用についての検討を進めるなど、引き続き環境の整備には努めてまいりたいというふうに考えております。キリキあたりをちょっと現場と温度差があるように感じられます。ぜひ現場の声をもう少し聞いていただいて、さまざま対策を練っていただきたいなと思います。これに関してはまた改めて話をさせていただきたいなと思います。でですね、まあベルディ昇格ですね、他市ではすでに庁舎に横断幕を掲示しているようなところもありますので、多摩市ちょっと対応遅れてるんじゃないかなと思います。ぜひ、迅速な対応をお願いしたいなと思います。でスタジアムをなかなかこう作るの難しいよという話がありました。でまあ、用地に関してはなくはないのかなと思うんですけれども、財源の問題は確かにあるのかなというふうに感じます。そこでですね、他市の事例を見ますと、自治体間共同設置というやり方があってですね、地方自治法の事務の共同処理の手法によってこれをクリアしたり、また司法上の委託契約という形でもクリアできるというふうに聞いています。財源の問題、こういった工夫によってこなすことができれば共同接種ということも考えていいのではないかなと思いますが、また公共市連携ができれば、まあ、より相乗効果も期待できるというふうに思うわけですが、そのあたり市のお考えいかがでしょうか。古谷部長。まあ、用地のところについての認識ですけれども、やはり確保ということになりますと、まあ、いろんな大きな課題というふうには一つは捉えているところでございます。で新たに今ご提案いただきました公共施設の、まあ、共同設置についてもでございますが、全国的な事例としてゴミの、まあ、焼却の施設ですとか上下水道の施設といった事例などは、まあ、多く見受けられるところでございますが、今回のスタジアムといったような事例というのはやはりなかなか数は多くない状況なのかなというふうに思っているところでございます。で仮にまあ設置をするということになれば、やはり多摩市の市内にまあ設置をするということが重要なポイントになるかと思うんですけれども、その複数自治体での共同設置ということになりますと、具体的にどこの自治体に設置をするのかということも、まあ、大きな課題になってくると思いますし、まあ、財源のことも含めてさまざまな課題がある状況であるかと考えております。で一方で東京ヴェルディが今回 J1 に昇格をしまして、本当に毎回ですね、試合を重ねるごとにスタジアムの人数が 万単位で増えていくという、応援する人がどんどん増えていくという、そうしたことも目の当たりにして多くの市民に夢と希望を与えてくれるということを本当に実感しております。これまでも多摩市の陸上競技場ではヴェルディの公開練習ですとか、あとは市民との触れ合うことのできる機会事業ということを行うなど、トップアスリートと触れ合う機会というのは設けてまいりましたので、今後そういうソフトの部分ですね、事業のところの継続や充実をしていく取り組みっていうのは進めてまいりたいと考えております。キリキ議員。まあ、なかなか難しいということで、でも確かに課題はたくさん多いと思いますけれども、例えば中芸広域連合ですかね、スポーツ施設を共同設置している例もありますので、ぜひ先進事例を研究していただいてですね、なんとか工夫を凝らして、市民の期待に応えていただきたいというふうに思います。でそのまあベルディというのは市企業というふうに言える部分もあるわけで、まあ、そういったことに関して行政が市民の税金を投じるということに関して疑問を持つ人もいるのかなというふうに思うのも確かな一つのこう理由からだった話なのかなというふうに思います。一方で J リーグは100年構想を掲げてサッカーを通じてあらゆるスポーツを見る、する、参加することで老若男女関わらず楽しめる豊かな国を目指しており、スポーツでもっと幸せな国のための公的な意味合いを持つサッカー文化の振興活動に取り組んでいます。これは J リーグ30周年を迎えた歴史の中でそれを証明してきたと思いますし、市長もヴェルディの活動を通して実感しているのではないかなと思うところです。こういったヴェルディという市企業を応援することの是非、また J リーグの理念などを通じてこういった公的な目的に関して市はどのように整理し評価されているんでしょうか。古谷部長。はい、市企業を応援することの是非というようなお話でございました。多摩市と東京ヴェルディはまちづくりの推進に関する基本協定を結んでおります。両者の持てる人材や資源を生かしてスポーツを通じた連携によって活力にあふれ夢と生きがいの持てる豊かなまちづくりの実現を両者で目指しているところでございます。
東京ヴェルディさんは総合型スポーツクラブでもございますし、そうした東京ヴェルディさんと多摩市との連携によってサッカーはもちろんそれだけではない、さまざまなスポーツの推進に関わる事業を展開されているということで、そこからまた多種多様なアスリートとの交流も生まれるなど、お互いの特徴を生かして多摩市のスポーツ推進に資する取り組みができるものというふうに認識しておりますので、そのような位置づけではないかというふうに考えております。ギリギリありがとうございます。先日Gリーグアワードというのがあって、初代Gリーグチェアマン川淵三郎さんが文化勲章を授与したことで、コメントされてましたけれども、当時やはりなかなか理解が得られなかったと。しかしサッカーを通じて今こうやってさまざまな文化を醸成してきているということは、やはりこう先日のとてもない尽力のおかげなんだなというふうに改めて感じたところです。ぜひ市でもですね、こういった文化をしっかりとこう受け継いで、そして引き継いでいただきたいというふうに思います。最後に12月2日に16年ぶり J1 昇格を決めた東京ヴェルディについて少し触れたいなというふうに思いますが、先ほど遠藤議員や飯島議員からもありましたが、私は議員に初当選した2011年から継続してヴェルディの質問応援、応援したり質問したりしてきました。そのコンテンツとか相乗効果を図るために庁舎に横断幕をかけたらどうか、とか売店にグッズを置いたらどうか、またロビーにヴェルディコーナーを作ってみたらどうか、エレベーターにヴェルディ君を書いてみたらどうかと、多摩市がヴェルディのホームタウンであるということを一つ周知し、町の活性化を図ってまいったところです。2011年当時、東京ヴェルディと日テレブレイザーを応援する多摩市議会議員連盟を立ち上げようとしましたが、当時 J2 で人気低迷したこともあって、全員の賛同が得ることができなかったんですね。これで有志の会というのを立ち上げたんですけど、そういった時代もありました。ヴェルディはというと、2009年から J2 ですね、2010年に親会社撤退によって経営難、消滅危機、その後羽生秀行社長が着任して、なんとか立て直しに、臨んだわけですけれども、2012年プレーオフまで迫りましたが、2014年は降格争いとなかなか勝ちきれない戦いが続きました。2017年、ロティーナ監督とイバンコーチが就任をしました。まず5位の構成できてプレーオフ、初戦敗退しましたが、2018年にも6位で進出してプレーオフ勝ち抜き、最後は力及びませんでしたが、ジブリ岩田の入れ替え戦ですね、市長と総合体育館でパブリックビューイングを見ました。ちょっと力の差があったのかなと、正直ショックでしたけれども、なかなかこう悔しい思いをしたことを思い出します。その後は J2 注意にとどまっていましたが、2020年に江尻厚彦強化部長、また2022年途中には上福宏監督が就任し、チームがどんどん向上していきました。アカデミーの選手育成はすごく成果を出していたんですが、トップチームは毎年のように主力選手が引き抜かれて移籍していって、もちろん移籍した選手も、移籍先で活躍したり、海外クラブに移籍したり、また日本代表の選手されるということで、喜ばしい成果を求めているんですけども、ベルとしてはどんどん不利な状況になっていたということです。こういったこと困難を乗り越えて J1 につながっていったという、歴史を見ているとなかなかこう感極まるものがあります。今シーズンはですね、まずゴールキーパーの元ブラジル代表のマテウス、シーズン終盤のホーム千葉戦では 0-2 から逆転につながる PK ストップ、ね、プレーオフ1回戦でも1回戦の千葉戦でも試合開始直後の大ピンチをしっかり防いだと。あそこをどこかで失点したら、そこで J1 昇格の夢が終わっていたかもしれないという大事な場面でした。本当にシーズン通して安定感を見せてくれたと思います。ディフェンス陣も怪我に続出した中で、特に右サイドバックの宮原和也選手ですね、もう レベルの違いを見せつけて、プレーオフでも大活躍。中盤もですね、大卒ルーキーという選手組が融合してですね、特に途中加入の中原光選手ですね、徐々にチームにフィットして、終盤は圧倒的な決定力で J1 昇格の立役者となりました。シーズン序盤活躍した梶川亮太選手ですね、プレーオフ決勝で対した清水エスパルスの今シーズン第8節大怪我をしてしまいました。この秋葉監督に変わったばっかりで、前日の発言もあって、ちょっとごたごたしてしまったんですけれども、そのエスパルスに勝てたっていうのはなかなか引き分けですけれども、ドラマだなというふうに思います。またキャプテンの森田幸喜選手ですね、チームメイトが次々移籍する中で、本人も移籍予報がありましたけれども、チームのために残って J1 昇格に導いたと。プレーオフ決勝では不運なハンドで BK を計上しましたけれども、本当に最後まで頑張ってくれました。またそのショックを受けた森田選手を元気づけたのが、2年連続でレンタル移籍してきた染野選手ですね。最後は同点の PK を決め切って、延長アディショナルタイム6分決めれば J1、 外せば J2 とプレッシャーの中かかる場面で同点 PK を決め切って、見事 J1 昇格を勝ち取りました。シーズン中ですね、なかなか観客動員数も伸びない中、最後は53,263人が集結した、このヴェルディの底力見せつけられたと思います。最後に市長、16年ぶり、16年は長すぎるという話もありましたけれども、16年ぶりの J1 昇格が初代ヴェルディへの思い、そして今後の期待や魂との関わり性、関係性について、その思いの丈をお願いしたいと思います。安倍首相。
今日は質問者が限られた時間の中で凝縮しゃべられているので、多分これを YouTube で聞かれている方はなかなか聞き取りにくかったんではないかとは思います、はい、で私がその分含めてちょっとカバーします、はい、本当に質問者も感激されてたように、私も市長になった時がまさに質問者がおっしゃったようにヴェルディが大変な時代でした。J リーグの言ってみれば事務局長である羽生氏が言ってみればその直接介入せざるを得ない状態の中で、当時はヴェルディだけでなく日テレベレーザも厳しい状況にあったと思います。でそこから話し出すと長くなりますが、私としても毎年ですねシーズンに入ればアジスタに出かけていき、特に今年はもう時間があれば、なかなか時間はないんですけれども時間都合をつけてアジスタに応援に行っておりました。でただどうしてもなんかいわゆるホームグラウンドでは勝てないんですよね、いつもいわゆるアウェーのところではヴェルディいつも勝ってるんです。ところが私が見ているそのアジスタのところではなかなか勝てなくてドローの試合が多くて、しかしこれが変わったんですよ。ちょうど後半戦もうジョーフ監督が就任し、そしてこの11月12月、もう10月ごろからですよね、一気に変わって本当にヴェルディらしい試合になり、そして見事今回、ただ今質問者おっしゃったようにアディショナルタイムのもうまさにサッカーならでは の, キックが、ソメルのキックはどうだったのか、いろんなスポーツ紙でも取り上げられましたけれども、しかしそこでやはり勝利をものにするというのが10代 の, 栄光の時代の東京ヴェルディだったと思います。で実はそのアジスタであった、いわゆる競技場っていうかサッカー専用グラウンドっていう話なんですが、もともと味の素スタジアムは川崎ヴェルディから東京ヴェルディになり、当時は FC 東京はありませんでしたので東京ヴェルディの本拠地がアジスタなんです。いつの間にか FC 東京の本拠地のように思われてますが、実はアジスタの本拠地は東京ヴェルディなんです。16年ぶりであってですね、でその FC 東京がなぜあそこが自分たちのホームグラウンドっていうかホームタウンになっているかに見えるかというと、地元市の調布市と府中市が FC 東京の自治体なんですね。で私どもや稲城市や日野市は川から離れた側にあるので、言っても川向こうとの対決という感じにはなってますが、私としてもですね本当に上府監督の素晴らしい監督を逸材を得ることによって、特に私が感激したのは森田キャプテンです。森田キャプテンがJ1 から言っても誘い水があって J1 リーグで活躍できる、しかし彼は上府監督の思い、これを受け止めてこの東京ヴェルディを J1 に上げることが自分のミッションであるということで、彼が率先して先頭を切ってキャプテンとして選手を鼓舞したのが私はすごく大きかったと思います。でぜひ J1 リーグに上がった時にもですね、いろんな意味で厳しい、まだまだ本当にそういう意味ではお金のないJ リーグの中の東京ヴェルディでありますので厳しいことはいっぱいあると思いますが、ぜひ市民の皆さん、議会の皆さんと一緒にですね、 J1 リーグからすぐまたエレベーターのように降りるんではなくて、きちんと J1 で戦い続けられるような東京ヴェルディになるよう私も精一杯応援してあります。以上です。桐木豊議員の一般質問は終わりました。これにて一般質問を終了いたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。じゃあ、すみません、政府議長質問。